45分ぐらいに出なきゃいけないんだもん。本当は40分に出たいんだけど、45分に出ても間に合うだろうっていうことを信じても、今日47分に出たけど、ギリ間に合ったけどさ、早歩きしなきゃいけないから、そうするとゆっくり歩いてきたいのはやっぱ朝だからね、特に。勉強しないとね。勉強なんてしませんよ。だって勉強したってもう課題は終わったわけですから、いいんです、もうしなくて。私は今日まぶた重くてね、眠いんだと思う、やっぱり朝。でもさっきねちょっと寝ちゃったんで、30分ぐらい帰ってきてから、夕方ね、昼寝、昼寝と夕方の間。そう、昨日0時までそのインスタの、インスタのスタンプ、なんだスタンプじゃなくて、インスタで私のタグをつけてくれた人にいいねしたんですけど、うん、課題みんな真面目にやってきてた、やってきてない人もいたけど、まあほぼの人が出てたからやっといてよかったなと思う。そうなのよ、その割には目が、眠い時の方が目が開いてんの、自分。何なんだろう、この現象。自分でも直したい。ご飯食べた。今日は、なんて言うんだろう、煮込み。トマト煮込み食べた。美味しかった。多分豚肉が入ってた。聞いて、私ね、なんか背中にクリームをね、ってか、背中、私すごい汗かきでね、それこそ制服ってさ、私長袖着てってるから、制服汗すごくて痒くなって、かいちゃったの、めっちゃ荒れちゃったの。今めっちゃ赤いよね、ね、めっちゃ荒れちゃったよね、痛がゆい。誰か直して。あと今日写真撮ったんだけど、ブサイクすぎて本当に。ね、ちょっと見て、ママ見て、見て、あのね、本当にブスだった。あ、サバ食べたい。サバの味噌煮食べたい。明日お昼食べようかな、コンビニで。コンビニのサバの味噌煮って美味しいんですよ。味噌煮だって。味噌煮って美味しいんですよ。びっくりした。夏なのに長袖。そうだよ、長袖。長袖って上着着て違う。ワイシャツがもう長袖にしてる。めんどくさいから。サバの煮そみを、うんな、言えない、もうね、あれも言えないんだよね、なんだっけ、バックトゥーザフューチャー、言えた、バックトゥーザフューチャー、言えた。セブンの金のやつかな、わかんない。セブンの金のやつかな、金のやつじゃない、何のやつ、でも袋に入ってるやつだっけ、それともなんかお皿に入ってるやつだっけ、袋か。夏になったら半袖着た方がいいと、それ思うわ。でも去年もね、一年中ね、長袖着て、か、私中学校で長袖着たの、本当に片手で数えられるぐらいしか半袖着たことない。全部長袖で行ってた。すごくない？みんなも長袖は着ない方がいい。暑い。熱中症になっちゃう。今年は特にマスクしなきゃいけないから。私でもマスクも慣れてんだよね。去年もさ、風邪ひきたくなくてずっとマスクつけてたの。日焼け防止、もう日焼け、長袖は日焼け防止だから、まだ手は焼けてない。顔はもうめちゃめちゃ焼けたけど、どうしよう、顔なんでこんなに焼けちゃったんだ、やばい、顔だけ焼けていく。51カウント終了、ありがとう。今日暑すぎた、蚊にも刺されなくて。そう、全然。でも最近さ、もここ以来刺されてないよ。今年はマスクエキスト、確かに。学校はクーラーつけてるよ。ついてる。寒いよ、逆に。だからカーディガン持ってこうかなって思うくらい。うん、本当に寒い。
けど持ってかない。なんか着てたら着てたでなんか暑いそうだから。体育は外なの？そうなの、全部外なの。してね、長袖、あ、半袖半ズボンじゃなきゃいけないんだって。やばくない？ちょっとそれ無理なんだけど。え？冬は違うよ。冬はトレーナー着ていいらしい、無地でやったら。無地っていうかワンポイントだけだったら。そうなので、明日は何の授業があるんだろうっていう感じ。明日数学ある。明日こそ答え合わせすることを祈ってる。あのテストのやつ、私が合ってたかどうか。蚊は35度以上で活動できないらしい。本当に？すごいじゃん。じゃあもう活動できないじゃん今。やった。という感じですね。え、皆さんはどんな感じですか最近。教室はまだ開けっぱ、開けっぱだったよ。でもあの休み時間は開けてるけど、授業中は閉めたりとか開けたりとか繰り返し。暑いよね本当に。久しぶり。扇風機持っていくのありなの？わかんないけど、私は持ってってな、持ってこうかなと思ってるけど、みんな持ってってるのかな。立ちくらみやばいです。わかる。あと私すぐしびれちゃうんだよね足。なんかね、体育の時にさ、ほら女の子スカートから体育座りできないから、なんか足お姉さん崩しみたいなやつで座ってんだけど、左足、私左がこうなるようになるんだけど、左足しびれちゃってすぐ歩けなくて、なのにみんなめっちゃスタスタ歩くからさ、歩けないよーとか思いながら、まあいっかと思った。もう頑張って階段も登って。そうなの。かき氷毎日食べてる。うちかき氷機ない。捨てちゃった。ある、かき氷機まさかのある。学校でも手洗いうがいは大事だよね。大事だよそりゃ。もうね、言ったら私は必ずしてます。消毒もしてるけど、そうしてます。アイスかな。アイスいいよね。何味？私はブルーハワイが好きなんですよ。でもいちごも好きかもって感じ最近は。あ、握手会ね、わかる。くるるイコールセントくん。まあもういいですけどね、セントくんでも覚えてくれるだけで嬉しいですね。え、白クマ食べたい。久しぶり。私ね、練乳嫌いで白クマ大嫌いだったの本当昔。でもなんか練乳が食べれるようになったら、から白クマ一回も食べたことないんだけど、で白クマって練乳じゃんと思って食べたいってなったけど、全然高くて買えない。あのお菓子、おやつもあのアイスも高くない？白クマって。あれもアイス派わかる。おー食べる。そう、練乳ダメだったんですよね私。だからだからとか言って、だからあのかき氷にもかけられなかったんだけど。安いのもある。本当にいいじゃん。安いのちょっと探して。チョコもなかちゃんも美味しいよね。わあ、お兄ちゃんが好き、ママが好き。お兄ちゃんもよく食べ、お兄ちゃんでもそうかな、そうとかあのクーリッシュとか食べてね。タコスネット、そうなんだ。スーパーなら100円、安っ。本当に見たこと。200円ぐらいしない本物は。ジャイアントコーンはもう美味しすぎる。ブリュレアイス食べた。待って、私ね本当にアイスとかね、個体で買わないよねアイスね。あの箱で買っちゃうから、個体で買わないからさ、ブリュレとか食べたことないんだよね。白クマバーもあるよ。本当に？いっぱいじゃん。とりあえず最近食べたいですね。ブラックモンブランって売ってるの？それあれじゃない？博多限定かな？多分。
博多というか福岡九州限定で売ってるやつじゃない？アイスまんじゅうは美味しかった。ずっと食べたくて食べたらめちゃ美味しかった。九州限定だよね。あ、佐賀のメーカーなんだ。ジャイアントコーン、私もスタンダードですね。ガリガリ君は食べる？ガリガリ君食べない。ガリガリ君はね、食べないね。ばあちゃんが昔買ってくれてたかな。なんかばあちゃん家に行ったらあったりして、それで食べたりしてたけど、ばあちゃんも最近はね、私たちがアイスじゃなくてね、チョコが、だから私がチョコが好きなんだけど、だから、ね、だからお兄ちゃんが美味しいって言ったチョコをずっと買ってってくれてて、それを冷凍して食べてるから、でもそれがアイス感覚かな、って感じかな。本当にチョコ好きなんですよ、私。私が。兄はそのチョコが好きなんだけど、私も本当にチョコが好きなんで。そう。ガリガリ君は安いのがいい。ああ、わかる。え？ 100 円もしないよね、ガリガリ君って。でもあんま食べない、ガリガリ君。冷たすぎて食べれない。歯が痛い。知覚過敏。何？知覚過敏って言うっけ？え？バリチョコ？あ、ザクザクしてるやつね。あのなんか中がチョコ、あのバニラで、その周りにチョコがコーティングされてて、その周りにあのザクザクのなんていうんだ、クッキーじゃなくてクランチみたいなやつがあるやつ。そう、それがめちゃめちゃ美味しくて、それ箱で買うんですけど、お兄ちゃんが食べました。はーい、すごいね。お兄ちゃん大体全部食べます。お兄ちゃん好きなものはね、本当にいっぱい食べるんだけど、あとなんかそのジャンボモナカジャンボみたいなやつの一列みたいな、わかんないけど、それあるよ多分箱。そこのなんか、電子レンジの横のところになんか一個だけ阻害されてる。なんか美味しいの。これはね、あ、カリカリ、あのチョコモナカジャンボみたいにパリパリしてないの、生地は。でもしっとり系の、しっとりっていうかサクサクしてないんだけど、こういうやつ、こういうやつだけど、中のがなんていうの、これこそさ、なんていうんだっけ、ほらあるよね、こういうチョコ、なんていうの、このチョコあるじゃん、そういうチョコのやつで本当に美味しいんですよ、これも。ご飯いっぱい食べないの、お兄ちゃん。お兄ちゃん最近食べない。なんかサッカー部なんですけど、最近ほらサッカー部とか何もなかったから食べれなくなったらしい。やってる時もね、食欲より眠いっていう。ほんとね、今日も大変だったんですよ。さっきね、私が今日はご飯作ったわけじゃないけど、作ってないけど、なんていうのもチェンしたんだけど、それでできたよって言ってんのに来ないの。じゃあ作んないわと思って、もともと食べないなら先に食べないって寝てくれるって思うんだよね。食べないなら食べないで別にいいんだけども、作っちゃったから、もう温めちゃったからと思って。そうなのよっていう。あ、待って、くるみ、ちょっとやらなきゃいけない、9時までにやらなきゃいけないこと思い出したから、ちょっと早めに切り上げるね。ごめんみんな、よかった、思い出して。9時までにやらなきゃいけないことあるから、ちょっとランキング発表するね。ごめんね、ふと思い出した。 LINE の通知で思い出した。よかった、思い出してよかった、本当にみんなありがとう。じゃあ10歳の方からランキング発表するね。10歳の方、ひーかこかりさん、ありがとうございます。イン。12の方、くまちょさん、ありがとうございます。イン。11の方、あぶらちゃんさん、ありがとうございます。イン。10位の方、れいれいさん、ありがとうございます。イン。9位の方、モンブランさん、ありがとうございます。イン。8位の方、やべっちさん、ありがとうございます。イン。7位の方、せいさん、ありがとうございます。イン。6位の方、山内さん、ありがとうございます。イン。5位の方、若潮さん、ありがとうございます。イン。4位の方、なっかさん、ありがとうございます。イン。3位の方、ババチンさん、ありがとうございます。イン。2位の方、ミッキーさん、ありがとうございます。イン。
チの方、月曜からよかしかっこかりさん、ありがとうございます。イエーイ、みんなありがとう。ということで今日はここで終わりにしてて、もうごめんね、急に終わりにして思い出しちゃった。でもあと1分したら切ります。では皆さん、明日もね、多分お仕事だと思うし、学校だと思うし、忙しいと思うんですけど、皆さんも頑張って、私も頑張って、世の中みんなの人が頑張って元気に過ごしましょう。こんな事態だからこそ、思い出せてよかった。七つの大罪見始めました。楽しんで、面白いから。私大好き、七つの大罪も全部大好きやんって。今ね、東京グールはあの第2がちょうど終わるところらへんです、昨日見てたので。ということで、こんな感じで今日の配信は終わりにしたいと思います。みんなありがとう。ではまた明日会いましょう。明日もしようかなと思いますので、明日も会いましょう皆さん。では配信切るまで3、2、1、おやすみなさーい。